おはようございます、マスターです。召集力、はい、そうですね、まあ召集力っていうのをやっていましたけれども、ですね、久しぶりですね、人にネタはい、遠藤さんっていう方がネタ提供してくださったんで、助かりました。どうもありがとうございましたいつもですね、ブログを見てくださって本当にありがとうございます。まあお盆も終わりまして、まあどういう、風にお過ごしなのかちょっとわからないですけれども、多分治療科ですね、この14、15、16、17あたりですね、結構休まれた方がいるんじゃないでしょうかということですね。まあお盆なんか関係なくですね、ビデオ行ってみたいと思います。今日はですね、相談が来てますんで、この相談をですね、にですね、答えていきたいと思います。今日はですね、リピートについてですねの相談が来てますんで、それについてお答えしたいと思います。近江鉄道さんからのですね、相談ですね近江鉄道って、リピートについて、いつもブログを拝見させていただき本当にありがとうございます。さて質問がございます。売上のための条件として1、集客、2、リピートを何度もおっしゃってますが、リピートを永遠に続けるのは治療院として正しくないのではないでしょうか。治療院は病院と同じく医療行為ですから、治すことが目的であり、治れば卒業です。リラクゼーションのお店は癒しが目的のため持続させるのは結構です。よく聞くのが、新規は少なく既存の患者がリピートしてくれるから、繁盛している治療院は治せない証のように聞こえます。腕のいい先生の治療は治しているので、ある程度通院したら卒業していきます。結論として、リピートする治療院は治療技術がないからということですか。どのように解釈すればよろしいですか。アドバイスください。よろしくお願いしますっていうですね、近江鉄道さんからのですね相談でした。近江鉄道さん、どうもありがとうございます。ですね、まあこれよくありがちなですね質問なんですけれども、ちょっとですね、今日はですね、3つですね、それについてお答えしていきたいと思います。まずですね、まあ、治せない治療科だから延々に通うっていうのは、それは違います。逆に、治せない治療科ほどですね、人は通いません。これどういうことかって言ったら、ちょっとマインドセットして、マインドシフトをしてほしいんですけれども、まずですね、患者さんっていうのは、治しに来てないんですね。もちろんですね、治療院に何しに来るかって言ったら、例えば首が痛いとか頭が痛いとか腰が痛い、肩が痛いとかで来ますよね。で、3段階あるって思っててください。まず、痛いところから痛くないところに。痛くないところからもう全く普通の、動作ができるよ、普通の生活ができるところ。で、そこからよりよくですね、いい生活ができるように向上するために治療するんですね。で、患者さんでですね、もちろんですね、治療院って治療するところなんですけれども、治療なんてしに来てません。その先生に会いに来てたりであったりとか、あとですね、まあ喋りに来たりであるとかですね、なんとなく不安やから来るとかっていう人もいます。もちろん、最初の動機っていうのは治しには来てます。しかし、もうそれが続いていくことによって、やっぱり私、体悪くなるの不安やから、ちょっと続けていきますとかですね。それですね、要は治療科とのですね、治療科と患者さんとのこのコミュニケーションです。もちろん患者さんですから治しには来ます。でもですね、この治してるですね、この過程において、この要はずっといい位置でですね、いなければいけないですよねっていうことをですね、治療中に説明しないとはっきり言って、治療して、はい、じゃあ治りましたね、さよならって卒業させて、でまた悪くなってきて、果たしてですね、この循環がいいのだろうかどうかっていうのは、いいとか悪いとかではなくて、僕はですね、それは進めません。なぜなら、どっちにしてもですね、人間っていうのは絶対動いてると悪くなったりとか、体がやっぱりこう改善、修正っていうのは絶対必要なので、そのことにおいてですね、確かにずっと通うことによってどうなのというよりもですね、コンディションをやっぱより続けていくために続かせる。それがですね、
まあ僕は治療家としての使命なんじゃないだろうかと思いますね。ほんで逆にですね、まあもちろんですね、卒業させるのは悪くないんですけれども、で、卒業させて、僕の患者さんでこんなケースがあったんですけども、卒業させて、要はもう治療院に来てません。1ヶ月に1回も来てません。患者さんがですね。電話かかってきました。先生、治してくれてよかったんやけれども、また痛なってきたわって、どうなってんのみたいな。知らんし、みたいなね。そういうですね、こともありますんで、ずっと続けさせるイコール腕の悪い治療家ではありません。逆にですね、ずっと来ていただけるような自分の人格であったりとか、自分の治療であったりとかっていうですね、自信があればですね、しっかりこうキープしていただく方がいいと思います。もちろんそれは、1ヶ月に何回とかっていう風な感じは、そういう回数的な頻度的なものっていうのは治療院によって違います。なので、一概に1ヶ月に1回ですとか、1ヶ月に2回とか、1週間に1回とか、もしくは1週間に何回とかっていう風な感じで言う人いますけれども、それは人それぞれだと思いますんで、ぜひですね、自分のですね、治療を、治療のためだけじゃなくてですね、患者さんとの、要は自分の治療と自分の提供するものと患者さんの心をですね、つなげるためのこのですね、架け橋と思って治療をやっていけば、このですね、治すだけが仕事じゃないんですね、はっきり言って。もちろん治すことも仕事ですけれども、しかし、治すことだけが仕事でもありませんので、ぜひですね、その辺のマインドシフトっていうのをしていただければ、この近江鉄道さんの悩んでることがですね、スカッとするんじゃないかなと思います。これがですね、スカッとしないと、患者さんなんてたまりませんので、いつもですね、スカスカの治療院ですね、新刊ばっかり読んで、リピート全然なくってみたいな感じになってしまいますので、もちろんですね、流れっていうのは絶対大事だと思いますけれども、しかしですね、なんか治っては出ていって、治っては出ていってしているとですね、治療院経営はとてもしんどくなりますんで、もちろん新規患者獲得と、リピートの患者を維持すること、でですね、紹介とか、まあいろいろありますから、もうこの両輪をですね、しっかりすることによって、治療院の経営というのはとても安定しますし、来続けてもらうぐらいのですね、治療技術とかあなたのですね、人柄がもしあればですね、人っていうのは来るんだと僕自身は確信していますので、ぜひですね、近江鉄道さんですね、まあこういうマインドシフトを一回してみてください。また、わからなければですね、相談をしてください。そしてですね、またこういうですね、近江鉄道さんのような高度なですね、質問をですね、この雑な増田がですね、雑かどうかは知らないんですけども、ちゃんと答えていきますんで、こんな風に。遠慮なくですね、相談してきてください。相談はですね、ただです。こんな質問答えてくれへんやろなっていうですね、そういう質問はありませんので、最近彼氏ができません、どうしたらいいですかとか、そういう質問やめてほしいんですけど、それ知らんしみたいなね。それ頑張ってくださいっていう感じですけれども、治療院経営とか、お店の経営とかですね、患者さんが流出するとかそういうですね、マーケティング上の問題、マインドセット上の問題がもしあればですね、相談してきていただければなと、コメントに入れていただければしっかりですね、お答えしますので、ぜひですね、質問してください。ですね。それでは、今日はこの辺で終わっておきます。暑いですね。それでは、グッドラック!